い、補足のご説明ありがとうございました。今のお話で私たちが何を考えていけばいいのかっていう方向も見えてきましたね。まず市町村ということに、注目をして、その、地域の中で観光ということをこうしていくためにやはり中核的な組織だと思うんですけれども、でも一生懸命されてきていらっしゃるのだと思うのですが、その中でもどうもその観光地域というものを取り巻く環境変化がここに来てかなり大きなものが起きてきたということですね。一つは大きくはまあインバウンドということであって、訪日外客の方々が地域つつ裏裏来ていただけるという可能性が出てきたということ、それから一方では、まあ、日本の国内市場は大変巨大なものがありますが、旅行の実施率が下がってきていてですね、もう言い古されたことですけれども団体という行動様式ではなくなる中で実施率も下がってきているということがあって、地域はそういう、 こう変わってきたお客さんをどのように取り込んでいけば地域にお迎えできるのかなということをおそらくもう一度今考え直すという時に来ているのではないかなと思います。その考える様子がといいますか、キーワードとして、おもてなしということが今回の研究会でも言葉として掲げられていて、おそらくそれは、まあ、これから皆様方と何のためにというところを少し深めるお話し合いをする中でですね、地域の皆さんが気づいてらっしゃらない環境変化ですとか、あるいは気づいててもどういうふうにしていったらいいかってことを悩んでらっしゃることに対して、私たちが少しでもヒントになりますかね、キーワードみたいなところをご提示できたら、この研究会は及第点というところでよろしいんでしょうか。そういう観点でちょっと私たちもいろいろなことを話し合いをしていきたいと思います。ですので今補足のご説明ありましたが、この調査結果についてはよろしいですか、ご確認。はい、来ました。じゃあお話し合いの中で今一度データについてご確認されたいことがありましたら遠慮なく戻っていただくということになってください。はい、事務局のご説明大変ありがとうございました。それではですね、続きまして議題の2にするわけなんですけれども、観光協会等に求められるですね、新たな役割ということだと思います。先ほど申し上げた環境変化が起こっている中で、地域の皆さんにも新たな役割というものが見えてきている、あるいは求められていることをお肌で感じていると思っておりますけれども、そういうことに対して委員の皆様方からですね、10分か、まあ、15分内外ぐらいで日頃お感じになってらっしゃること、少しご披露をいただければというふうに、順番はどうしましょうか。じゃんけんというわけにもいかないと思いますので、すみませんが資料1の委員名簿の順番で、加瀬よろしいですか。くしくもあいう順ですのでよろしくお願いいたします。じゃあ改めて日中コミュニケーション株式会社の加 S と申します。よろしくお願いします。今回はこのおもてなし委員会に選ばさせていただきまして大変光栄に思います。まずここで観光庁の皆様に大変感謝の意を申し上げます。ありがとうございます。まあ、簡単な自己紹介をさせていただきますと、まあ、私は1994年に来日しまして、まあ、本当に自費留学生だったんですけれども、あれこれもう19年も過ぎまして、日本の大学院2つ出て、それで非常に幸いなことに2004年から、まあ、国土交通省のビジットジャパンキャンペーンとかも関わさせていただきまして、この10年間は、まあ、日本の観光とか見てきました。まあ、そこで、まあ、ある程度自分で感じたことを今日ここでちょっと話をしたいと思います。実は中国に行った時は、まあ、非常に自分も若かったんですけれども、私が感じた日本ってまあ、もちろん歴史とかいろいろありますけれども、自分はもう東京ラブストーリーを見て憧れて、ただあと本を読んで東京に行きたいなというような気持ちだったんですけれども、ただあくまでも非常に平面的な
本から伝わってきた日本のイメージだけだったんですけれども、実際日本を来てみたら、まあ、あ、なるほど、日本はこんなに一体感のある国だなというふうに改めて感じたんですね。特に観光とか、私も日本のあちこち、もう北海道から南の沖縄まで全部行ってきたんですけれども、もしおもてなしという面から言うと、私は日本ほどこんないいおもてなしを持っている国ないじゃないかと、もちろんヨーロッパ、アメリカとか行ってみて比べてみてはいたんですけれども、例えば日本の、まあ、魅力ですと、電車、こんなに時間通りに電車来るということはなかなか他の国にはない。例えば日本の食事、食事でも出された一品一品みんなその旬のものであるとか、あるいは料理人のこう心を込めたものですとか、それと例えばタクシーの運転手でも一つ一つ丁寧なんですよね。私はこの日本へ来て19年間あんまり日本で喧嘩とかあんまり見たことがなくて、それとお財布例えば落としたりする、先日も友人が日本へ来て お財布を落とした、非常に驚いたんですけれども、でも私は、あ、大丈夫ですよ、そのうち見つかりますよと言ったら、彼は実は信じなかったんですけれども、うん、もう案の定そのお財布はちゃんと戻ってきたということなんですけれども、いわゆる世界の中で日本ほどこんな安心で安全なお国ってなかなかないじゃないかと思います。だから日本に来て私感じた日本の魅力、こういった時間通りで約束通りの社会環境、それと知らない場所でも、特に田舎行けば行くほどその日本の良さが分かってきますね、うん、それぞれ その地元の人たちがとっても親切で笑顔で接してくれる。ヨーロッパのホスピタリティっていうものはリピーター向けで、まあ、私の個人の考えなんですけれども、割とリピーター向けでより深いサービス、例えば非常にこう、いつも来られるお客さんにとても丁寧に研究して、そのお客さんの好みに合うようなより深いサービスを提供するというようなことなんですけれども、それに対して日本は初対面でも初めてそこに訪ねた人たちに対しても、その、こちら側店員さんといい、その旅館の、方といい、非常にいいもてなしを、その感動を覚えてもらうということは日本人的なおもてなしだなというふうに感じております、はい。まあ、このようなことで、例え海外の人は日本に来てなかなか日本わからない人でも、日本一回来たら、え、日本はこんなにいいところなんなのということは驚くの人がほとんどです。私の友人の 99% みんなそういう感じで来て帰ってます。で、だからといって、じゃあ日本のおもてなしはもうこれで十分じゃないかというふうに思ったら、実はまあそうでもないんですけれども、もしこれから今年はもう1000万人多分達成するでしょうけれども、本当インバウンドで考えると、海外のお客さんは来年さらに2000万、あるいはさらに3000万人、私たちは2020年の東京オリンピックに向けて来てもらうためのであれば、じゃあ何がまたちょっと必要なのかを考えますと、実は地域で考えると、地域のインバウンド観光はこの何年間非常によく頑張っていらっしゃいます。パンフレットも作っています。外国語版のものも作っています。ただ私もし厳しく言いますと、確かに外国語になっていますけれども、でも日本語が先にあって中国語になったり英語になったりして、どちらかというとあれは日本人の思考回路に合うような外国語になっているんですね。つまり直訳になってしまいますから、その国の、オリジナルの文化とかオリジナルの考えをあんまり入ってないわけですね。したがってその外国の人を読むと、どうもこうたどたどしい外国語になったり、ちょっとこう慣れてない、例えば日本人当たり前と知ってる常識のようなことをあえてそのパンフレットに書かないとしたら、外国人分からなくなってしまう。そういういわゆるもう少しこうもっと、
一番最初からいわゆる戦略企画の時から外国の人の視点を取り込んで入れた方がよりその国の状況が分かりまして、その国の、文化の、基盤の上でこう構造を考えられるじゃないかと思います。それと、まあ、もう一つは日本は日本に来てから素晴らしい人たちだねっていうふうによく言いますけれども、しかし来てない人たちはもう分からないわけです。それはなぜかというと、やはり日本の地元の観光情報の情報不足、情報発信の足りないだと思います。非常にこう自己アピールはちょっと下手だと言えるかもしれません。なぜそうなっているかと言いますと、一つは何ていうかな、外と中の区別はなかなかついてないって言いますか、例えば日本来て非常におもてなしはよくやってますけれども、内部で私たち議論するときは、今年は富裕層向けに発信しましょうとか、その富裕層という言葉はそのまま海外に伝わってしまったら相手はちょっと誤解されてしまうんですよね。私いつも観光庁にもアドバイスしてるんですけども、あまり富裕層富裕層ばっかり言うと相手気持ちあまり良くならないんですよね。あとせ私は富裕層じゃないしという、だから本物の おもてなしということは心からの感動ということも必要ですので、誰にでもウェルカムですよと。だから外向けの情報発信の時はもう少しいかに情報発信していけるかということなんですね。それと各地域、日本はよく各地域の差別化あんまりできてなくて、どこでも私たちは温泉あります、美味しいものがあります、遊べます、なんか似たようなものが羅列してしまうわけなんですね。そうすると海外の人たちは分からなくなってしまうんですけれども、一体何が差別化できるか、つまりその、4番の、インバウンド観光のおもてなしを目指すためということもになりますけれども、もう少し自分の再発見です。自分たちへの再発見、つまりなかなか自分なら自分のいいところわからないわけですね、メリット。じゃあ第三者の目でもう一度私たちの魅力は一体何なのか、もう一回再発見が必要です。地域によっても違いますし、国によっても相手を、見どころが違ってくる。ここで非常にスケールが大きいですよって言ったら、その大きい国から見ると実はスケール大きくありません、いやここは大したものではないと言ったら、海外の人を見てすごい素晴らしいかもしれないですね。だから非常に日本の魅力がたくさんあります。それをもう一度その外国の人とかの、しかも外国人といっても誰でもいいというわけではないんです。よくこの人は外国人だからじゃあ何でもいいと言うんですけれども、そうではないんですけれども、できれば専門家の人がもう一回取り入れて、その第三者の視点を再発見することなんですね。あとは、もう少しですけれども、地元、特に市町村の、観光協会、とてもいい人たちの集まりという感じで、その職人精神が強い人たちだと思いますけれども、いかに海外の人を喜んでもらうために心尽くすという方法を考えると、自分たちのアイデンティティの確立も必要なんですね。私たちはこういうことで、ここは特徴なんですよということ、もちろん受け入れ策として外国語のパンフレットを作るとか、なんかやるとか、日本的なものも大変面白いです。日本らしいものも大変面白いわけなんですね。だからそのコミュニケーションの、ギャップを、埋めるために、自分らしいものを打ち出しながら相手とのその心の触れ合いも必要だと思いますね。一つ例、私は松江市とか四国などを行ってみますと、彼たちは外国の人たちに割引をしてくれるとか、そこで外国の方に、地元の人材も、育成をしながら海外の人たちと積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿とか、
多少下手でも大変心を感動的になります。だから例えばそういうことも必要だと思いますね。あとは、まあ、最後になりますけれども、ブームというよりリピートの方がいいと思うのは、ブームということはもう みんなわーっと言って花火のようなもので行ってしまって、それで去って行ってし終わってしまうではなくて、本当に好きになってもらう。正直言って、まあ、日中関係いろいろ政治の問題はありますけれども、ただし私は中国といえばみんな個人個人で自分で判断ものを判断するんです。だから今年でも百何十万人の中国人日本へ来てるって実はその証拠でして、この人たちは自分で判断して、私は日本好きだから自分で行ってみます。だから旅行会社を通してツアーより、これから個人旅行で個人旅行の世界になってくると思います。だからこの不特定多数の中国の一般の人たちにいかに情報を発信して、彼たちの判断で、いや私は日本好きだから近いしまた行ってみたいというようなリピーターになってもらう。それで日本のおもてなし文化は彼たちの口コミも通してまた個人のその広がりでできるかと、そういうふうに思います。とっても地元の観光協会の人たちに今までもよく頑張っていらっしゃるし、これからもぜひ頑張って いただきたいと思います。私も応援したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。カさんと申し上げてもいいですか。コウさん、カさんですね。はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。皆さんから本当に外から見た目ということでのお話をいただいて、キーワードをたくさんいただきましたよね。私一番わあ嬉しいなと思って拝聴したキーワードは、日本の良さは地方に行けと、地方に行って分かるものの方が多い、それがリピーターの種になるっていう、そういうことだったかと思いますけれども、ああやっぱりそういうこう地域が海外の方を受け入れるときにはそのぐらいの誇りを持ってね、なんか受け入れてほしいなっていうような気がいたしました。今のお話に久保田さんや、横山さん何かコメントされたりご質問されたりすることありましたらぜひどうぞ。横山さん、ありがとうございます。そうですね、日本の良さは地方に行けというキーワードをいただきましたけれども、本当に、我々もマーケティングで調査をしていくと、海外の方がランディングしたその東京だったり大阪からもう一歩奥に入りたいけれども、その先がですね、二次交通がうまく見つからなかったり、方法がなかったり時間がなかったりということで、随分やりたかったけどできなかったことの中に、もう一歩先の日本を見たかったというのがあるんですね。ですので、その二次交通の準備であったり、あとはそのご案内であったり、そういったところも外国人のお客様との一番接点になっている、宿であるとか観光協会さんが、どう作っていくのかというのが、うん、やっぱり重要な役割なのかなというふうに感想というかお伺いしていて思いました。ありがとうございます。はい、いかがですか。私がお話ししたかったこととにたくさんヒントをいただいたなっていうふうに思いまして、と言いますのは、私は特にインバウンドってことを意識しなかったんですけれども、やっぱりその外の方たちの目線とか一緒にこの交流が増えてきたことで、日本人が気がついたこと、ハッとしたことっていうのがすごくたくさんあるのが今だと思っていて、それを改めて整理して教えていただいたなという感じがしています。後ほど私もう一回お話をさせていただくんですが、その時にまたお話したいと思います。はい、ありがとうございます。ではその後ほどがすぐ回ってきちゃうんですけれどちょっとすいません、ちょっと、はい、よろしいですか。はい、どうぞ。これチャンネルでやってるもんですから、早速いろいろコメントが来てますので。あ、嬉しいですね。なんだ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 いや多分いきなり見た方が何なの、何やってるのかなってことなんでしょうね、はい、それとすいません、マイク声が小さいって言ってる、多分
あの院長さんが喋るときにもうちょっとマイク近づけた方がいいかもしれませんね。これ持って話した方がいいかもしれないですね、はい、すいません、はい、それから加さんについてはすいません、あのどこのご出身なのか、なんかそういうことを言っていただければというご質問がありました。それから、まあ、最初あの加さんの話があのインバウンドの話だったと思うんですけども、まあ、インバウンド、まあ、外国の前日本の集客のことも聞きたいなと、小さな町とかだと、まあ、外国人の旅行の方も大事なんでしょうけども、日本の集客すらままならないとこもあるんで、そこら辺も触れてもらいたいとかですね、あるいはこれは意見かもしれませんが、今知られてなくても磨けば光る素材が必要だとかいうようなご意見などがありました。あとマイクが揺れるんで手ぶれをなるべくしないで頑張ってくれという意見もありました。以上です。まあ私は答えられるまず出身ですね、まあ、中国の東北地方の長春というところですね。長いに春って、まあ、昔って言えば満州国の新疆というところなんですけれども、まあ、長春長い春そこから参りました。で日本人の集客に関しては後で3人の委員に任せますので、まあ、私は一番最初発言なんですけれども、いきなりもう、中国人の視点から見たこうインバウンド観光しかこうお話しできないんですけれども、申し訳ございませんでした。はい、ありがとうございました。今度はきっと聞こてか自分の声の大きさにちょっと今びっくりしてますけれども、テーブルしないようにグッと押さえて頑張りましょう。